もうも皆さん元気してますかよくですかで今日もそのシャブの売人の人の話で、まあ、面白い言い方をしててさシャブがその目の前のことにすごいハマっちゃうっていうののその人の表現で面白いのがあってさ偽物の集中力っつっててで結局そうやって目の前のことにさバーってなるのっていうのは自分の 感情にとらわれちゃう自分の今思ってる感情の虜になっちゃうっていうふうに表現しててだから結局そのなんかね勉強なんか大学生受験勉強して大学生も客にいたらしいんだけど司法試験かな,なんか受けるって言っててでその時の勉強にその学生が使ってみたなってだけど条文をさバーって集中力は、まあ、バンっていくんだけど 条文を覚えてるんだけどそしたらね一箇所がちょっと気になっちゃうともうそこしかぐるぐる回って勉強できなくなっちゃうんだってだから結局そのトータル的に <laughs> その勉強できるんじゃなくて条文の一箇所が気になっちゃってもうそこしか頭に入んなくてで全然進まなかったって言っててでその人もなんかシャブをなんか,かけらを落としちだったなんて決まってる時になんかやろうと思って。 それでその絨毯の中に入っちゃったなんてでまあ、いっかみたいな感じじゃんその人がだけど気になっちゃったなんてだからもうその探すんだってすごい探しちゃってでもうそれがやめれなくなっちゃったなんてもう探すのがで基本さ転がったどっかに落ちちゃったって言ってもさ範囲5 0ンチぐらいじゃんまあ、落とした範囲なんてだけど <laughs> その人8畳間全部やっちゃったなんて。 で自分で分かってんだっててもう止めてくれこれこみたいなだけどもうそれの虜になってるから自分ではどうしようもないんだってでそれがやっぱ勘ぐりとかになっちゃうのその妄想になるんだってでその目の前のことにの虜になってるっていうのはさ楽しいことだったら幸せじゃんゲーム楽しいとかもうゲームにずっとのめり込んでるねなんか 一個な車の磨きなんかもさ、まあ、楽しいみたいなそう集中してて目の前のことに没頭できるっていうのは幸せの一つだと思うんだけどでそういうのだったら、まあ、セックスもそうじゃんだったらいいんだけどさそれが負のの時時に行った時の悪循環はやばいよねうんだってもうそれから逃れられないんだよねだからあとプラスねその人も言ってたんだけど その寝ないからおかしくなるじゃん。その体は寝たいのに疲れてんのに脳はずっと起きろ起きろって言ってるからもうおかしくなってさいや負の感情が湧きやすくなると思うんだよね。人間ってかまあみんなそうだと思うんだけど仕事で疲れてたりとかしてさ残業とかずっと続いてさクタクタの時ってさネガティブにならないすごいだから。 多分シャブやっててパキパキでもそれが起こりやすくなってくると思うんだよねだからその売人の人は無理やりにでも絶対寝てたすてた民在を寝れてないんだけどねだけどそうやってやることによって負の方に行かないように俺はしてたって言ってたけどそうやんない人とかはさもうずっと起きててで疲れとかを感じてないと思うなんかその表面的にはね感じてないんだけどいやもう負 俺らのシラフみたいな感じで要はマイナスなことがどん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 そっちの方向に行きやすくなってるんだだからそのしかも悪いことやってるわけじゃん自分が捕まるかもしれないってだから浮かびやすいよね誰かにはめられる俺の友達もうそんな風に言ってたしでね周りのやつが全員俺がシャブやってるって疑ってるっていう知り合いもいたしさそれで全員 その俺のことをなはめようとしてるって思ってでめっちゃ俺と目が合うこいつ絶対俺がやってるって知ってるって目合うことなんかあるじゃん人としかも自分がじっと見てたらさたまたまあったのとかもそうやって思っちゃうんだよ自分のいや絶対これは確実にそうだってだ被害妄想の最上級バージョンなんだと思う,うんだからそのその売人の,人の射程の話を してたんだけどその「絶対俺尾行されてます」って言うんだってそいつがでなんでって聞いてそしたら「朝いつも俺出る時間一緒なんですけど後ろに絶対ついてくる車がある」ってうんそうであれは絶対の内定が入ってて俺を捕まえようとしてるって言ってくるわけでまあよくよくだからその人は絶対勘、ね、ぐりだって思うから正してくんだって えそれ夜はいるのっていや夜はいないんですよ朝同じ時間で絶対俺と同じ方向行くんですよっていやっていうかさそれただ単に出勤の人だろうって <laughs> 俺だってさ今会社行く時間大体一緒だしそれがで俺も帰り道もさその帰ってる時に近くに俺が住んでる近くに会社があるから多分そこの会社の人かなっていう車 でしょっちゅううすれ違んだからそれとかも自分がそのパクられるっていう風な負のあれがあると関連づけちゃうんだよ。いや絶対これ怪しいやば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 いみたいな。そうでその射程の人がバックミラーでも絶対目が合うんですっつってねでそりゃ止まってる時にさ鏡をずっとこうやって俺の方自分の方見たら目合うよね後ろのやつもなんだあいつみたいな。うん でそれも全部そのマイナスの方向につきちゃって「で人相も悪いんです」とかだからもう全部自分のその感情だからやばいって思ってる方にこじつけてくんだ「うん、人相悪いってお前もじゃないか」ってその売人の否定してたんだけど <laughs> だからそういうな感情の虜りになるのが負になる,なるとその,のピークになると。 まあ警察に書き込んだりさ誰かが命を狙ってるで俺の知り合いもなったみたいに全員が敵だって風ふうに思ってやられる全員殺すお前のことをみたいな要はなったら俺の方が先殺してやるっていう風になって事件を起こすんだよね。うんで TikTok とかのさ今ニュースの切り抜きとかでもまあ流れてシャブっていうかなんかその関連だろうなっていうさ事件とかが流れてたりもするんだけど刃物持って。 なんか民家の屋根にやって血まみれのやついたりとかあと殺されるっつって警察に電話してその自首したやつのニュースとかも流れてる見るんだけどそういうメカニズムうんで俺その負の感情にそのとらわれちゃってだからその人が例でもう一個出してたのが家出た時に「あれ俺ガスちゃんと閉めたっけ?」とか「あれ俺 あれとかつけっぱなしじゃないよなとかっていうのを普段忘れるんだけどしゃぶの時とかずっとそれにとらわれちゃって悪い方向に考えちゃうんだってで俺それ普通のシラフでもあるんだよねだから俺見てて俺やばいなって思った俺不安症なんだよね自分で思う病気ぐらいのレベルの不安症なんだよ俺だからそのあと俺盗まれたれバイクね もう盗まれた経験とかがあるからもうハンドルロックとかもうハンドル折れるんじゃねえかぐらい確かめるんでねパチ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 ってそうで1回2回ぐらいあるんだ俺のバイクだからそういうのでもうとらわれちゃって俺その1回その「おしケーって思って 5m ーーぐらい歩いたんだけどバイクが不安になって戻ってまたハンドルロックガチ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 やるの <laughs> 自分でキモいんだよ自分で思うの絶対見たって思うの 絶対見たんだけどみたいなめんどくせえこの性格みたいなだから家の鍵なんか俺やば,かやばいもんね直そうと思ってるからマシになってるけど前の京都住んでる時も,もう何回も俺見るわけでしかも疲れてる時とかはやばいんだそれがうん一回じゃあ行こうと思ってやってその閉めるじゃんドアでそれでもう一回開けて大丈夫全部大丈夫ポットとかも大丈夫 ガスの上に何も乗ってないオッケー大丈夫ね冷蔵庫閉まってるエアコン閉まってるって言って閉めるじゃんでもう何回も3回ぐらいみんな俺で5分ぐらい経ってたりするのだからやば,かやばくてで鍵もさ閉めるじゃんでちょっと行ったらもう一回ガチャガチャガチャおし大丈夫もう一回行ってもう一回ガチャガチャガチャ多分そのこの不安症になったんじゃない人にとっては何やってんのってしか思えないんだけど 本当なんかねそのだからシャブのそのレベルなんだなって思ったその状態やばい時の俺の不安症ってあれきついまあ、シャブはもっとやばいんだろうけどあれの多分もう俺的にはまだ理性が効いてるじゃん客観的に見えてああもう俺のこの性格もう嫌だってなってるんだけど多分シャブとかだともうそれがもう分かんなくなっちゃってるんだろうねうんだから地獄だねあれ。 不安だから俺とかはその気をつけてるよねその全員が敵に見えるっていうのもさそのだから俺の知り合いであったんだけど俺疲れてストレス溜まってる時になるんだよね危ないんだだから俺だからこんなにランニングしてんの俺状態がまあその今は工場で人と接する機会がまあないからさいいんだけどパチンコ屋でさチームワークだったりするから そのみんなと接するのが多かったり。とかコミ、コンニなんだろ連携でインカム使ったりとかっていうのも多いし。あと、お客さんとかと接するから、その工場以上にそのメンタルが消耗されるんだよね。だから、俺、そのパチンコ屋で働いてる時に、やべ、なんかすげえ。俺にみんな敵意持ってるとかっていうのは感じてた。でも、それが俺が疲れてると。 体っていうのも分かってたからよかったけどその分かんない状況の時は結構悩んでたね俺でブチギレたりとかでやらった <laughs> そうだから超俺やばい俺精神の多分障害のなる人だと思うで自分で20代半ばから自覚してたね、うん、だからランニングしたりとかもうストレスに対してのその あれだね、効果があることをめちゃめちゃやってたでなんでそんぐらいね俺みんなからよくそんなやるねって言われたりもするんだけどそんぐらい怖いんだって本当にネガティブなことを全部考えちゃうんだでもう何回もだから俺仕事でも今もう工場のあれでチェックするのとかもう俺何回もやっちゃうんだよもう心配で疲れてる時ってだからもう収入に増やそうって思ったりもしたのねうん そんぐらいいやばいよだって全員がちょっとしたことあるじゃんなんか俺が出してたのをただ単に片付けてくれてたとするじゃんその俺がさ、まあ、パチ屋や,やってる時ね一緒にカウンター入ってる人俺が出しっぱなしだったのをただ単にあんなやってくれたその俺の代わりに片付けてくれた何も悪意はない逆に全員だったとしてもあ俺に対する当てつけだとか思うのやばいんだよやばいのどう ただ単にそのなんかさ相手は俺のスタッフね違う他のスタッフが疲れてるだけだったりとかただ単にテンションが高くないっていうのはあこいつなんか俺に対して思ってるなとかを思うようになるのうんその時は俺はもう今日走ろうって思ううん危ない時だってうんだほんと悩んだもんね昔だその今回シャブ見てる時 あ俺は相当やばいんだなって自覚したああまあ再確認したねうんだからそのまあシャだから本当シャブをやっちゃうとその本当にやばいやつになるしその俺みたいに不安症のやつ人がいたらねシャブのその負の感情に取りつかれちゃうってのぐらいだからうん俺ぐらいの人ってそんぐらい危ないからそれをほっとくと だからマジうつ病になったりとか精神分裂病だったりさ多分問題行動を起こすと思うようんで人間関係がうまくなくなったりするから本当ちゃんとやった方がいいと思う, <laughs> うん俺は本当そのねヤバさ知ってるからその悩んでるだから結構コメントでも寝れなくなってるとかいうのをもらってそれで答えたりとかもするんだけど。 解決方法をちゃんと知ってるかどうかはまあ大事だからしなんだろう基本自分がの感情って思った方がいいだからしゃぶの時もその売人の人がその射程のやつに言ってるみたいに自問自答っていうか落ち着かせた方がいいあ大丈夫、うん、これはこうだから、うん、今俺が状態悪いからで解決を知っていればあ、うん、今日直せるから大丈夫って思って落ち着けれるし踏ん張れるから、うん、だからまあ その俺みたいにもう超やばい人はそのシャブの勘ぐりぐらいになっちゃうんで、まあ、しっかり健康面気をつけて、まあ、トラフルを起こさないように気をつけて生きていってくださいそれまた次回お会いしましょうそれ